ください。えのきゆういちろうです。えのきゆういちろうさんご紹介してください。もうね、はい、あの久しぶりなんですけども、はい、もう非常にこの雰囲気はですね、はい、松本伊代にそっくり声と歌とかね、ラジオ向きの松本伊代です。そっくりでしょ。そんなに似てますか。そう、伊代ですって言うと、伊代ですと言っておる谷山ひろ子です。谷山ひろ子です。無理やりにね、なんか、ね、今日は最初からそういう風な雰囲気。こちらの方が非常に先輩ですからね、うん、あの向こうが似てるというのは本当正しいんですけど、ね、いえいえ、とんでもありません。多分きっと真似をしたんじゃないですかね。そうかもしれません ね。似てる風に聞こえる、うん、私は全然聞こえない。知ってます、松本よって。でも知ってますが、あるんですけど。あ、本当、ラジオで喋ってると。あ、そう、はい、でも谷山ひろ子さんのがどっちかっていうと可愛い声で、伊代ちゃんの方がなんとなくこう、うん、どっちかっていうと凄みのある声。凄みありますか。いないからここにどさくさに紛れて。あったら逆言うんでしょ。いえいえ、さて、あの、はい、マッチです。どうも、あのね、前の時は何だっけ、あの、天ぷらサンライズという曲で、で、Q&A は何でしたっけ。覚えてる、午前5時の、ああ、そう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 、朝の話をね、朝の、そう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 、それでまあ公園の話とかね、はい、から朝の一番電車のこととかね、あ、そうです、そう、有楽町の駅じゃないけどどっか、東京駅の、そうそうそう、そういう話でしたね。あの時は非常に面白かったのはその話ですね。あの、志田の中では新宿の午前5時とあったんですけども、彼女自身は本当は東京駅の午前7時ぐらい、いや、午後6時だったんです。あ、午後6時を、ね、むちゃくちゃだった。詩の世界とその体験の世界、ちょっとずつ接点あって、でもどっか全然違うと、人間の記憶力というのはこういうもんなんですね。さてね、私の記憶力から言うと、はい、例えば今日は谷山ひろ子さんの人間の家の中から、見慣れた部屋の中のということで、あの皆さんのお部屋をちらっとということで、お部屋を覗かせていただくというのは2回目ね、この Q&A のテーマとして。すごく古い話ですね。もう4、5年前のチューリップの皆さん、4歳の子は生まれてませんからね、うん、だけどその時はね、あのついうっかりと、はい、そのみんなのそのチューリップのメンバーのお部屋を絵で描いてもらったわけ。ラジオなのに。ところがこれはラジオでしょ。それでみんな丁寧にね、机の置き場所とかね、いろいろ描いてくださったわけ。それを説明するのに大変苦労したというね。まあ、非常に実験的な試みではありましたけども。でもまたそれがすごく楽しかったね。今日もまたそのお部屋の話で、はい、ということで今日も、お部屋の話ですが、まさにこの番組は私にとって見慣れた部屋と、うん、それではまず1曲目、今日の Q&A にさせていただいた見慣れた部屋の中というこのフレーズの入った、谷山ひろ子さんの人形の家。僕は夢を見ている、夢を見ている、巨大なテレビの中、僕は壁を見ている、何か不安なことを思い出させるように、見慣れた部屋の中の机や椅子の陰に、夢の破れ目がある、悪魔の手が生えてくる。僕は夢を見ている、夢を見ている、四角い窓の微笑み、閉じる、誰も教えないのに、いつの間にか覚えた。やがて四方の壁が少しずつ狭くなって、柔らかにこの僕の息の根を止めるまで、僕の世界は人形の家、まるで壁にかけたカレンダーさ、笑いかけるいつでも同じ、これが僕の、僕の
を閉じる誰も教えないのにいつの間にか覚えた粉雪ちらつく夜窓の外に細い足遠い潜んだ夢を見ていたような気もするえー、谷山ひろ子さんの人形の家でした。今日の Q&A では見慣れた部屋の中、皆さんのお部屋がどんな風になっているかって、うん、あの人の部屋っていうのはやっぱり興味あるね。そうですね、うん、ありません？あります、ね、どのくらい散らかってるのか、あ、そういう観点で、どのくらい散らかってるのか、ね、だってすごく汚いからやだやだって言いながらね、うん、やっと通してくれるとすごく綺麗だってするでしょうね。悔しいですね。あのよくあるじゃない、昔の時私勉強してない人だいつって試験の時に一緒に映画に行ったりしといて一番勉強してる人みたいなね。あ、そうですね。昨日あのみんな友達の女の子のうち遊びたんですけどね、うん、汚い汚いって言って入ったら本当に汚かったですね。ひどかったですね。そういう人好きですね私。でもあれね、あの不思議なもんで、例えばね人の本当に部屋というのは、あの例えばそれが絢爛豪華とかね、うんうん、すごいお金がかかってるとか、うん、そんなの関係なくね、よそのお家のご飯って美味しいのと同じで、よそのお家のお部屋が、ね、例えば私の部屋より小さかったとしても、人のお部屋に一歩入るっていうのはなんかすごく特別なもてなしみたいな、うんうん、そうですね、胸のこうねときめきというか、ワクワクする、うんうん、だからその例えばあお友達のお家に行って、うん、あっちの方が良かったなと思う必要は全くなくてね、やっぱりなんかこうその人のこうなんていうのかしら、うんうん、個性というかね、うんうん、特別なんか親しくなれてる、そうそういう気持ちになれますかどうかね、はい、さてねということで、あの実際のお宅に伺うわけにはいかなかったし、入れてもらえないかもしれないけど、うん、あの皆さんからね送っていただきました Q&A でご紹介していきたいと思います。まずは、新潟県にお住まいの匿名希望の、17歳の高校3年生の男の子、はい、見慣れた部屋の中、あなたの部屋にあるものの中で一番気に入ってるものはどんなもの？うん、イオちゃんのポスター、うん、作為的な、あれ先ほどね、いやさっき似てるという話をして、はい、こういうのが伏線にあったわけだ。そう、さすが。いやいや、そんなほどのこともないですけども、イオちゃんのポスター、ポスターって多く貼るよりも一番いいやつを一つ貼る方がいいと思います、うん、それはイオちゃんがいっぱいいたら嫌だもの。どういう好きな人は一人、一人の人を深く愛して愛されたい、全然違うところへ行ってしまってソーリーとか。高校3年生、うん、ね、いいですね、夢があってね、いいですね、うん、そうですね。で今度やっぱりね、あの谷山ひろ子さんのポスターをね、あ、貼っていただけるとね、眠れなくなったりなんかなんで、いや怖い、いや可愛らしいから。だけどいや、ゆうちゃんを引き立てるためにそれに貼ったら冗談でございますよ。だけどあれね、そうか、そういうこともあんのね、はい、例えばファンの人たくさん貼ってるけど、気が散っちゃっていけないと、うん、あ、ここにもいつも1枚だけ見つめて、うん、何度くらい精神ですね。そうかな、でもやっぱり一つので、またその成長とともにポスターを変えるっていうのもいいかもね、うんうん、でもポスターに魂が入ったりして夜中に動き、何の話を、いや会話してたりなんかして、ね、夜中に動き出したりしたら怖いね。でもいますよね、ただいまとか言ってさ、今日あの何とかがあったのなんて話をするやつがね、あ、いますね、うん、女の子なんかいそう、すごくね、うん、暗いですね、暗いです。さて17歳の男の子、今のあなたの部屋を模様替えするとしたらどんな風にしますか、うん、万年床になっているのでベッドを買って洋風の部屋にしたい、畳はじいちゃんのもの。なんだそれ。おじいちゃんの代からあった畳なんでしょ。かわいらしいね。でも万年床でベッド買ったってどうせ万年床ですよね。そうですよね、うん、結局一緒ですよ、うん、どうですか、床から何センチか浮いてるだけで。でも意識としてやっぱり日本のお布団は、まあ、やっぱり朝になると畳んで押し入れに入れると、それをしてない自分を責めるという部分で、あ、ベッドにしちゃうと上げなくていいからね、うん、そうですね、うんうん、外国の人はやっぱり怠惰だったのか。そうですね、うん、なるほどね、はい、あ、いい発見しましたね。それはそうですね、そうよ、ね、うん、さて次ね、あなたが住んでみたい理想の部屋とは、東京の超高層ビルの、うん、例えば60階のような高いところ、うん、そこからいつも夜は東京の夜景を見下ろして
曲を作りたい。この件についてはひろこちゃんに お伺いしたいんですが、はい、高いところで夜景を見下ろせば、はい、曲ができるもんでしょうか。見下ろしただけだとちょっと難しいかもしれないですけどねでも昔あのニューヨークの摩天楼のね、うん、高いところに住んでるなんて憧れましたけどね。ああそうですね、うん、すごい高いところで床から天井までの窓とかあって、うん、そう、ね、明かり消して、うん、いいですね、うん、お酒かなんか飲んで、で隣に好きな人がいたりなんかして、どうしてそっちの方に話がでもまあそうね、うん、そうですね、ロマンがありますね。次行きたいと思います。佐賀県佐賀市にお住まいの今泉由美子さん、18歳の高校3年生の女の子。見慣れた部屋の中、あなたの部屋にあるものの中で一番気に入ってるものはどんなもの？ベッド、うん、昔二段ベッドだったものを分解したうちの一つです。今となってはちょっと小さい感じがするけれど、このベッドに入ったらあまり眠たくないなと思う時でもぐっすり眠れちゃうという不思議なベッドです。うん、不思議だ谷山さんはベッド、布団です。布団、じゃあ毎日こう、いえ毎日そのまま行ってきますってお布団に声かけて出てきますけど、大変なんですねすいません。でも今考えるとふっと、うん、確かにね、日本の教育というか、うん、そりゃそうよね、汚らしいからあげなさいと、押し入れに入れなさいって言うけど、考えてみたら夜中に寝汗とか書くじゃない、うん、それを畳んで押し入れに入れるのはとっても不潔で主のいない間そのまま放置して、また夜は健康なベッドに、あ、ベッドじゃない、お布団に寝た方がなんか清潔というか体にはいい気がしません？なんかそう思うと気が楽になりますね、急に正当化されたりなんか正当化したんです次行きましょう、はい、佐賀県佐賀市にお住まいの今泉由美子さん、あなたが住んでみたい理想の部屋とは？風船のような部屋、うん、空にポカンと浮いて風が吹いたらタンポポのようにふわふわ飛んでいくような部屋、そんな部屋に一度でいいから住んでみたいな。でも船酔いするような人は遊びに来ることができませんね、うん、かわいい発想ね、これはいいですね。いいですね、浮かんでて丸いっていうのはそう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 、ね、だけど飛んでいくわけでしょ、朝目が覚めたら全然外国に行ってたりしたら、行ってたりして、ねえ、それでもいいよね、うん、ちっちゃい時よくね、お布団に寝てる時にね、うん、お布団ごとね空飛び上がる想像とかしたんですよ、ね、ああ魔法の絨毯みたいな、魔法の布団、うんうん、本気でなんか空飛んでるような気がしてきて気持ちよかったですね、うん、いいですね、そういうのは、はい、こういう気持ちは忘れたくないな、うん、でもこう今ふっと読んだ時にね、風船のような部屋って言ったらなんかカプセルのホテルとか最近そこに発想がいった自分はなんと貧困っていうかね侵されてると一瞬思いましたけどね。さて高知県高知市にお住まいの西本紗友子さん、16歳の高校2年生。見慣れた部屋の中、あなたの部屋にあるものでの中で一番気に入ってるものはどんなもの？赤い置き時計、小学校に入学した時に買ってもらったものです。考えてみればもう10年近くも私の時を刻んでくれているんですねって、うん、あーいいねこういうのね。なんか古くて大事にしてるものっていうのはね、必ず1個ぐらいあるもんでね。そうですね、うん、なんかありますか？あるかな、今考えて、きっとそういう質問来ると思って考えたんですけど、うん、ないですね。どっかにあるんだろうけど気になってないのかもね、もしかしたら。あ、そうですね、空気のようになって何でも割とこうあれですか、捨てちゃう方、取っとく方、取っとくっていう感じじゃなくて、捨てないでどっかにあるんだけど分かんなくなっちゃうっていう、あ、散らかっててちょっと難しいんです、探すのが捨てたりはしないんだけれど、あんまり執着しなくて、はい、だって引っ越しとかになると大変だろうね。引っ越しになるとなんか突然出てきたりして、あ、なんだっけこれって思ったりする時あります、うん、引っ越しすると楽しいですね。そうですね、後で多分かあの、ね、彼女の Q&A を紹介しますけども、うん、相当散らかってそうですね思いましたやっぱり楽しみです、彼女の Q&A が。西本紗友子さん、はい、今のあなたの部屋を模様替えするとしたらどんな風にしますか？これから梅雨に入るとジメジメしがちなので、思いっきりポップな感覚でピンクとペパーミントグリーンを基調にした明るい部屋にしたいと。はい、ね、うん、そう、季節に合わせて、もう夏になってるからピンクとペパーミントグリーンも、うんうん、あ、いいですね、いいですねなんかこうトロピカルな感じで、うんうん、どうですか？ネオン管かなんかこうね今流行りの、うん、落ち着かなさそうな部屋ですねあなたが住んでみたい理想の部屋とは、高知市の西本紗友子さん。
木の匂いのする屋根裏部屋、ああこれは少女がね、はい、ありますね、ハイジの世界ですね。そうそうそう、それからハイジの世界とか若草物語とか赤毛の案も、赤毛の案とかね、うん、か窓が斜めになってて、うん、屋根裏部屋で星が見えて、うん、ああいいな。なんか屋根裏部屋ってすごく楽しそうな気しません？しますね、天井すごい低いんでしょ？そうそうそう、ね、ちょっと上がっててね、ほこりが溜まってたりして、でも西洋の屋根裏部屋の話でね、今の日本の屋根裏部屋ってなんとなく怖い感じがしない？日本建築というか昔の例えば田舎の方の梁かなんかがうわっとこうあって、ネズミとかクモの巣とかがあって、クワとか使い古したのが置いてあったりとかして血がついてたりなんか、あらちょっとそこまで行くと怖いけど、失礼しました。栃木県河内郡にお住まいの、小貫京子さん14歳の中学3年生、あなたが住んでみたい理想の部屋とは、別に理想はない、ただ将来好きな人と結婚してそして2人で住める部屋ならそれだけで十分だから、これといって別に 理想はない、好きな人と結婚できてから考える。14歳でね、うん、いるんですかね、いるんですね相手が好きな人、いやまあ将来好きな人ができて結婚するような人ができてからやっぱりこれは空間よりも人間というのをね、あ、うん、夢を壊しちゃいけないね、ここで余計なことを言って何か言いたいことあるんですか？え、言っちゃった方がいいですよ、体のために。いやいやいや、ね、そう本当そうよね、そうそういう枠なんかどうでもいいんだ、部屋などというのは所詮枠なんだから、うん、中に誰といるかということが問題ですね、はい。さてもう一つ、鹿児島市にお住まいのみゆき、あら浩二さん、幸いという字、みゆき浩二さん、名前が2つみたい。そうですね名前が2つみたい。みゆき浩二さん18歳の大学1年生、見慣れた部屋の中、あなたの部屋 にあるものの中で一番気に入ってるものはどんなもの？壁、好きなポスターを貼ることができるから。びっくりした、毎日壁の方を見てなんかお話ししてるんじゃないかと思って心配してしまった壁にぶち当たってなんかしてね、あー壁が、だからこうやってあれすると男の子はみんなポスター貼るのが趣味みたいね。あーさっきもね、で今日2人出た男の子、ねえ、ポスターを貼ることができるから、うん、シーッとしちゃったけど、いや壁じゃなくても天井にもポスター貼れない？そうですね、うん、私借家というかね、アパートだからあんまり貼ると怒られるけど現実的に僕ね、天井にね、うん、地図を貼るのが好きなんですよね。地図、うん、できればね、天井に全部に地図を貼りたいぐらいなこと考えちゃった、ね、大きいのでしょ、うん、ですごく楽しいんじゃないかなと思って、例えば、東京全図とかね、大きいやつは、うん、これはねすごく楽しいんじゃないかなと思ってね、壁さんに相談したらね笑われましたけどもね、やっぱりでも私は壁より、私は貼ったことないのよポスターって、けどなんとなく天井の方がずっとなんかその入り込めるようなね、ポスターに横になって見てる、そうです、ね、寝ながらという気がしますけどね。でも寝た時、見たくない時でもやっぱり見なきゃいけないから、そうね、なんか追いかぶさってくるような怖いこともありますね俺さっきの話は続きなんですけどもね、はい、その天井に全部地図を貼って、カーペットも地図のカーペットっていうのねなんか地図って楽しいじゃん、なんか旅してるみたい で、ね、自分はその真ん中を宇宙遊泳するわけいやだからそこをねずっと歩いてなんかしてね、うんうん、で今日はじゃあここはね、例えばその東京だったらですよとか、今日はじゃあ渋谷に椅子を置いて、ね、新宿にテレビを置いてみようとかね、なんかすごく広そうです ね部屋が、だから渋谷と新宿を一またぎでこう行っちゃうとかねちょっと池袋行っちゃうとかね、まあ、東京の話ですけども、なんかそう楽しいな、で全部用事を済ましちゃうんでしょそれで、いやだから行ったつもりになって、うん、カーペット作ってる方がもしいらっしゃったらね、その地図のカーペットって面白いんじゃないかなと思ってね、いいアイデアだと思いません？でもその上に物を置いちゃうか見えないじゃない、どこなんですよ物なんてものは、本当、うん、リッチですね、うん、さてあんまり乗りました壁紙の方がいいんじゃない、それだったら壁紙の地図、うん、ああなるほどね、考えてみましょう、はい